ダイハツ九州株式会社は、ダイハツ工業の関連会社で、自動車、産業車用、その他各種車用、部品の製造販売並びに修理を主な業務とする企業である。ダイハツ車体本社工場国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1960年に、ダイハツ工業の100%出資主会社として、 当時企業誘致を進めていた群馬県前橋市に株式会社ダイハツ前橋製作所として設立した。前橋市が用意したこの土地は元中島飛行機前橋第一工場の跡地である。以後、商用車を主とするダイハツ自動車を生産。1977年にはダイハツ体株式会社に社名変更した。2004年に 本社機能と本社工場を用地にゆとりがあり、会場輸送に公的な条件を備えた大分県中津市に移転、これに伴い2006年に現社名となっている。移転が決定した2003年頃から中津市は歓迎ムード一色であったが、1000km 強の長距離移転に伴い、従業員は転居を拒否する場合には退職を余儀なくされ、特に 前橋周辺に自宅を持つ者や地元出身者は厳しい選択を迫られた。また、関連企業も含めた産業空洞化を懸念する群馬県や前橋市からは移転中止が求められたが結局撤退は阻止できず多数の転居者や単身赴任者を生じさせた。完成者のモータープールでもあった前橋市東部の前橋城南事業所は本社移転後も 大幅に規模を縮小した上で、ゴルフの乗用カートを継続生産していたが、2006年12月に完全閉鎖した。なお、前橋の旧本社工場跡地は、工場進出後の高度成長期に市街化が進んで、形成された住宅街に囲まれた状態になっており、跡地には2007年3月10日に、大規模商業施設の契約を多く前橋がオープンしている。2008年には、 本社所在地にある中津市総合体育館とネーミングライツを結び、愛称を大発九州アリーナとしている。2011年より大ブトリニータの胸スポンサーを務める。2016年からは中津市の大帝総合運動公園とネーミングライツを結び、大発九州スポーツパーク大帝の愛称が付けられる。ありがとうございます。